島とか東北の方で、まあ、最近よく除染バッグですね、ブレコンバッグなんですよ。実際あの東京の人とかあまりその実際のサイズ感とか知らないと思うんですよ。これあのこのカバンは、まあ、カバンとかバッグはオリジナルのバッグの大きさそのままで、まあ、今回は145インチをカバンが使います。でこれがこのサイズのものが何万個と今詰まっているわけですけども、要するに、3年で全部また破れてしまう。また今回の台風の時に、流されてしまったりとか、してるんですけども、テトラポッドとかと一緒で新しい利権のシステムにも、まあ、なっています。まあ、その除染バッグ非常に象徴的なもので、新しい僕たちの国に現れたものだと思っているんですけども、それをもって、四角いこう象徴的な箱を作りました。これはあの、カーバの神殿なんかもこういう形なんですけど、四角いものっていうのは非常に象徴的なことです。それの中に、今回核となるシャンデリアを作ったんですが、このシャンデリアは1939年にアインシュタインがですね、フランクリン・ルーズベルトに、核エネルギーの、いわゆる爆弾を作る、進言をこうアメリカ側にした手紙というのがあります。そのアインシュタインの手紙で、このシャンデリアができています。で、見てなんでこういう形なのかなと皆さん思うと思うんですけど、実はこの形は福島の原発の中にあるいわゆる原子炉ですね、G 型のマーク1 G 型と G 社のマーク1 G 社のマーク1型原子炉の形をしています。文字はガラスでできているんですけども、まあ、僕はガラス職人じゃないんですけど、手作りのガラスで、文字は全て自分の本当の立体に残したものです。そのガラスの文字で、アインシュタインの手紙を書いたんですが、全て逆さ文字になってまして、光を放った時だけ、自分たちの体に映ったりして文字が読めるようになっています。で黒い、カバンには映らないんですけど、これはもう本当に吸収してしまって、見えないというような形になってますけど、実は、文字が放たれていて、映る人とか見える人には見えるというような、そういうような作品です。でまた先ほど言いましたけど、外の黒いカーバの神殿のようなイスラムの象徴と電球が十字になってまして、なぜ十字かというと、シャンデリアは一番最初十字架を見せるために、ろうそくで、作られていたんですけども、それが時代とともにどんどんその権威とかそのいわゆる富の象徴みたいなそういうものに変わっていったんですけども、真ん中の十字架もキリスト教を象徴するものと、あと外のイスラムを象徴するもの、そしてアインシュタインが、皆さんご存知のようにユダヤ人ということで、いわゆるイスラエルの聖地というものですね、その聖地を意識して、30年のスマイルのうちに、一つの聖地を誕生させようと思って、作りました。そういうようなスタジオさんに私たちは結構面白いので皆さん見に来て気持ちいいかなって下でこう火を浴びてるんですけども、まあいわゆるリアクターの下で浴びていい光なのか何か。ただ面白いのは、今説明したから皆さんそういうふうな理解をしたんですけども、僕は見て美しいっていうのでいいと思うんですよ。ただやっぱり美しいと思うっていうのはやっぱり惹かれるものですから、そこには何かしらのエネルギーが存在してて、そのなぜその僕たちは危険だと分かっていてもその美しいものに惹かれてしまうんだろうかみたいな、そういうようなメッセージを込めて危険ではない体の中で生まれてきたものでもある。
かもしれないですね。どうぞ、山道からの風が内陸に入ってくる、この道先に乗って、海岸の近くで、今後の